独身なう、浅川図です。平野市刑事です。はい。ええー、もうね、モノマネシリーズはやめたんで。うん、やめ。まあ、まあ、期待はね、しないでいただきたいんですけども。しょうもない、このもう二度とせんわ、あんなしょうもないこと。ことっていうことなんですけれど、今回はね、うんはい、えー、引きこもり生活を乗り切る宇宙飛行士が孤独を克服する方法っていうことでね、うん。 最近、ほら、まあ、コロナで、うん、まあ余儀なくこの引きこもり生活、まあ、今だったらテレワークとかで、家の中で仕事したり、なる、うん、べくまあ外に出ないようにっていうことで、はい、まあ政府の方からね、もう発表がありましたけれど、うん、引きこもり生活を乗り切るのにね、いろいろこの宇宙飛行士の方がアドバイスしてくれてるっていうことで、ね、まあちょっと宇宙飛行士のアドバイスって、ちょっとよく分からんけどね、俺。<laughs> 宇宙飛行士ってほら、うん、あの宇宙ステーションとかで完全にこの引きこもり生活になるわけじゃん、うん、いやでも仲間はおるわけじゃん一人のパターンもあるんじゃないのああそうなんえっと一人でミッションみたいなんでやってるパターンもあると思うからうまあたとえね一人じゃなくてもうチームでも宇宙行ったら宇宙行くと孤独感強いんじゃねえの孤独,孤独感っていうかもう この区間とかなのかなそう、もっとスケールのでかい話だと思うんけど。ねじくにしてもだって、まともに食えへんやろ空中に置いたりとか。して。あれキャッチするだけでも大変なんだろそういう、まあ過酷な環境を乗り切ってるね、宇宙飛行士の人のアドバイスっていうことで、まあちょっと、まあ俺らもね、まあこれからこのコロナの騒ぎの中ね、活かしていければいいなっていうことで、まあまず紹介していきますと、まずはね、ルーティンを決めてきちんと実行する やっぱスケジュール通りに動くのがいいんだよと。いやーもうこれ違うでしょ <laughs> あら噛みついたいやいやもうだってさだって今までがスケジュール通りに動いてきたんだからサラリーマンとかそうかなそうだよだったらサラリーマンの時にやってきたことをやる必要あらへんがいやいやいややっぱりこれは、うん、その自宅勤務とかになってもスケジュール通りにできない人ってやっぱね自堕落になっちゃうよどん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 いやでも,もう自宅でさ仕事するっていうかさ何みワークだったっけ、えー、テレワークテレワークテレワークとも言うのテレワークとも言うし、うん うん、あリモートワークとかもあるかなリモートワークとかも言うけどね。ああいう状況で、正直ね、今までやってて8時間最低でも。はい、そこからまあ、残業して10時間とかさ。うん。まあ、あって、ちゃんと仕事してきたっていう生活やってきてると思うんだけど、うん、これからなんて、自分の好きな時間に仕事するとか、そういう時代に変わっていくわけでしょ でもそうなるとねやっぱりこのやんなくなっちゃうんじゃねえかな体の中のリズムっていうかああそうそうだから俺も人のこと言えないけどやっぱり朝8時に起きてとかっていう生活やっぱできなくなっちゃうもんね。 いやー、お前が毎朝8時に起きとったら気持ち悪いわ。<laughs> お前に言われたかねえよ。<laughs> いやあ、まあ、まあ俺はまあ俺はいろいろ夜勤やってきた。俺はね、正直今まで仕事の半分ぐらいは、夜勤昼間がぐちゃぐちゃだったから。うん、まあだからそういう意味では林くんはその適応力はあるわけだなあ,あるかもしれいこれをね、結婚してると無理でかもしれない無理っていうのかな。結構歪みを生むかもしれんね。家族これ、意外と林刑事は宇宙飛行士に向いてるんかもな。あー。 孤独も好きだし。<laughs> これ、俺が宇宙飛行士に向いてる向いてないで誰が興味あんねん。<laughs> いやいや、ほら、デビッド・ボーイのさ、<や>あのスペース・オデッティティに乗せてさあ,あれは、まあ、名作だけど。ああ、いい曲だよ。うん。でも、まあ、デビッド・ボーイ自体、宇宙行ってへんから、なんとも言えんけどさ、行った、<laughs> <な>手だけど、行った手だよ。うん、で、うん、続いて。はいはい。まあ、身体を動かすっていうことでね、これはやっぱり、うん、毎日のトレーニングが必要だと。 まあ自宅でできるルーティンの中に、まあ、そのジム、今ジム行けないからね。うん、そうなんだよ。うん、そう、ジム行けないから、ね、家の中で。家で、うん、いやー、それもちょっと違うと思うけどな。いや、そういう、なんだ <laughs> お前無理やり反論しなくったっていいんだいやいや、無理やりってかマジだよね。だって俺、うん、俺とかお前がさ、家で通販みたいなのでさ。あ、俺だってエアロバイク家にあるよ。 使ってねえけど。使ってねえがやだから。俺も昔った。バランスボールもあるよ。使ってねえけど。使ってねえんだよ。あんなと俺と昔やって、ぶら下がり健康器やった俺もあったわ。あれも自然と洗濯物干しゅくだけのやつになっちゃうよね。知ってる人知ってると思うけど。昔流行ったんだけどな。はやったよ。背が伸びるって言うんでね。全然関係ねえんだけど。でもまあこれはね。ジムってまあ。 俺、正直ね、ジムなんか行かんでも、俺、腹筋とか、スクワットとかさ、ええー、と、なんだやってんの今。いや、やってない、やってない。ただ、<ー>その何、何あの、フットネスクラブフットネス、ねうん、フィットネスクラブか。<laughs> フィットネスってフィットネスクラブ行って、あ<ー>ジム行って、鍛える。 っていうんじゃなくって、別にうちでさ、できるできるね、腕立てやったりとか、腹筋やったり、うん、掃除するでもいいしさ、ちょっと家の周り一周するでもいいし、うん。別にそ掃除ある。家の周り一周。や,や,やべえやつだと思われるんじゃねえのいや、もうやべえやつだから。 いや、そもそも、このラジオ聞いてるやつがやべえやつだやばいからね。そうや。だデビッドボーイのスペース・オデディティいや、もうええよな。デビッドボーイのたっいよりラジん家の周りを一周して、俺は宇宙行くんだ、俺は宇宙行くんだってつぶやきながら、やべえやつ。ゃん相当やべえよ、そいつは。まあ、それ病院行った方がいいと思うけどな、もうすごい。や、病院も今コロナでいっぱいいっぱいだからやめてあげて。ああ、だよ。待って、またな、病院でうつされちゃう可能性あるからな。 <laughs> まあ、うん、そうだな。まあ、あえて、ここはコロナにかかるって手もあるけどね。あえて。どういうことあ,あえてコロナにかかって、その感染して、うん、その精神の間をさまようっていう、その、楽しみ。そ海外の何でもチャレンジする YouTuber みたいなやつじゃん。<laughs> <laughs> これもいいいいかな、うん、まあ、言っちゃうけど。まあでも、うん、自分がもしね、体力があると思うんであれば、うん コロナに挑戦するっていうのもありかもしれんよ、あえてだから、過激系なユーチューバーは、それで、なんかね、イギリスかどっかであったんだよ、そのコロナの人が座った椅子をペロペロ舐めて、本当にコロナにかかっちゃったみたいな。いやー、でも今、イギリスの首相が、えらい渋滞だから、めたいで。リス・ジョンソンさんね、そうそうそう、大変なことになってるけれども、まあ、うん。 まあまあまあ、それはやめて、ぜひね、やめていただきたいんですけれども。まあいねえよ、そんなやつ。<laughs> <laughs> まあ、うちらのね、うん、番組聞いてる人の中に、そんな過激な人はいないと思いますけどいや、そこからんやりかねんけど、まあ、自己責任やそ。そこ、自己責任、うん、自己責任って。自己責任 <laughs>、まあ、うってよくわかるけど、まあ、なかなかコロナが、まあコロナ、あ俺コロナなんだ、あ、ちょっとうっさすねみたいなやつ、そんな会話ないしね。<laughs> ない。 うんえー、続いて、えー、友人や家族と電話、メール、メッセージでつながるっていうことで、うん、これはだからやっぱり <laughs> 孤独を癒すにはその、まあ、電話とかメールが有効ってことだわな、うん、遠く離れてても。いえ、これは宇宙飛行士の、この家族がおる人の発言でしょ、これ。うん、そうなんだよ。愛する人たちから遠く離れていますが、うんえー、電話やメールで家族と繋がっていら, <laughs> いられますっていうことだけど。これめ、独身なの関係あらへんよ、これ。 <laughs> まあ、もともと子独の人、その相手がいねえわけだからな。いや、もうこれはちょっとね、もうあれ,あ,あれでいいじゃん。うん、ほら、昔、なんリカちゃんダイヤルみたいなあっただろうあの、リカちゃん答えてた。あ、リカじゃないわ、あの、あれだろ私、リカちゃんって、出てくるやつあったじゃんリ。あったかもしれんけど、今ないと思うし、うん、これはちょっと違うから、これ、俺はね、思うに、この宇宙飛行士は多分家族おって、宇宙飛行士ってすごい立派な職業だよね。そうだよ、そうだよ。ものすごい、うん 才能もあって、頭も良くて、お金もあって、<の>いい地位があって、名声も、うん、で、<ー>そんな人がね、まあ、うち行くって、ああ、もんと気をつけていいね。本当気をつけて言っても、まあ、自分が気をつけるっていう問題じゃなくてさ、どうなるかわかんないっていう、うん、本当に命かけていくわけやろ、うん、世界のそういういろんな人の期待を背負って。そや、も国の威信をかけてですよね。そ,そんな人たちと俺ら独身。 一緒にすんねんって話や <laughs> <まあ S 1> なんだよこのトーク。まあ、意味わからんないけど。え続いて目的意識を持つっていうことでまあ目標とかを設定しないとこのなんていうかなまあ孤独に陥り合うだから目標を決めてそれに向かって走っていくと孤独を感じにくいってことなのかな。<laughs> まあ、あそれは これ一番わかるかな、うん、別にさ。宇宙、宇宙。に限らずね。う、うん、別に宇宙行かんでもいいよ、別に。いや、<に>確かにね。隣町でもいいよ。隣町でもこのもそう。何にもだからやっぱりやることなかったり、暇だったりすると孤独を感じやすい可能性があるから、何かこう目標を持ったり、忙しかったりすると、そのまあ、孤独を感じる暇がないってのはいいと思うんだよね。だからその目標を持つっていうことでしょその目標は何、うん、ってことなんだって、結局。これは何でもいいんじゃない 宇宙じゃなくったってさ。いやな、なんか言ってよ、それ。名古屋だったら、うん、名古屋,なんで名古屋、ね、名古屋じゃねえ長くてだったら、いや、もうどっちでもいいよ、それは。<laughs> <laughs> <laughs> すぐ誰も食いつかんわ、そこ。<laughs> あれが、ほらな、ジブリのなんかできるわけでしょああ、まあ、いずれな、わからんけどな。俺はね、これはそもそも、独身、ナウとして、うん、まあ、独身のうとしては別に、個人が、はいはい うん、まあ本当に単純なことでいいと思うね別にさそんななんか大掛かりに目標を決めるとかじゃなくてまあねちょっとたしなむちょっと楽しいなふわっと楽しいなぐらいでいいねまあギターが弾けるようになるとかそういうレベルでいいんだよいや、えー、もう,うギターも大変だったらあ<ー>、うん、まあまあ何でもいいよ料理でもいいし何を焼いてみるとかな <laughs> いや、その回出すのお前。出す、出してるはずだよ、<laughs> これを出す前に。出すんだ、あの、どうにもならん回を。<laughs> 出す、出す。今この喋ってるトークの前の回に出してる予定なんで。<laughs> ああ、そうなんだね。うん。そうなんだね、でも<や>また言うけど。でも、<laughs> でもそれだって本当にいいんだぜ。それ冗談抜きで、うん、そうそうそう。タンドールを自分で買って何を焼くっていうんだって目的意識の一つだから。だ,ね、だから、 何、うん、を焼くっていうかさ、まあ正直別に何を焼くでもいいし、パンを焼くでもいいし、そう,そう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 。別に手を焼いてもいいし、独身なうを。うまいこと言ったうまいこと言った今ね。うん、<laughs> あと、独身なうね、これを聞いて、うんうん、ちょっとね、あの、まあそういった気持ちをテンションを上げるっていう、そういうのもありかもしれないですけどね。 今日 <laughs> ここでね。うん、いや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 , <laughs> いやまあまあまあそういうね今自宅に引きこもんなきゃいけないような状況の中で何か一つ目的意識、ね、だからまあ家の中でな達成できることがあるといい結構、あのー、いやだからさっき言ったように、うん、ほら腹筋一日百回やるとかさそういうのもいいんだと思うよいやこれ全部つなげちゃばいいね結局そうそう全部つなげちゃえばいいからさ せやな。あの、うん、いいんじゃないだから、鍛えながら、独身なの見て、うん、何焼いて、<laughs> <laughs> あと何、何だったっけあとあ、あとメールメールとか、うん、メールか。メールとかはまあ。通知行くからな、独身。あ、あとルーティーンとかもちゃんと朝早く起きて、ちゃんと寝る時間決めて。うん、寝れんなと思ったらさ、まあ、精神科とかさ、 診療の中行って、うん、あの睡眠薬もらいに行きゃいいし。う, <laughs> うん。いいんじゃない単楽的だなぁ、随分。<laughs> いや、全然いいでしょう。<laughs> まあ、そんなに、うん、別に、その宇宙飛行士って、ちょっとうちらからしてはハードルが高いわ、これ。宇宙だけにね、ハードルが高いっていうことですけれど。減った、えーこん <laughs> <laughs> いや何がかかったの今,今えどこがかかったんだろう高さがかかってる高さだけうんいや別に何でいいやハードルの高さと宇宙の,、まあその高高度の高さがかかってるわけだよね、うん、高いとこにいるなっていううまいもう一回チャンスやるい言うないやもう一回チャンスやるわお前に <laughs> どういうことでんでお前にその恵みを与えてやるみたいなこと言われなきゃなんで <laughs> いや,いや,いや,いやでもって宇宙そんなん無理やん宇宙飛行士なんててかそもそも宇宙に興味ある 俺はどあ、どっちかっていうと宇宙好きですよ。あ、そうなの、ね、ちょっと俺ね、結構宇宙好きなんだ、俺。おお<ー>結構俺、昔やのに、<laughs> 名前で、<え>お前、よ本書いゃったやん。あの宇宙の本ばっか書いとる人。ああ、ホーキング博士かいや、もうそっち行く、違う。ホーキング博士じゃなくて、日本人だよ、日本人で。宇宙、今、よーテレビで撮ったやん、昔。ああ、ダースベイダー。ち<違う>、そ <laughs> う、スターォーズじゃん。違う、違う、違う <laughs>、えー。えっと、 ちょっと待って、これで書いてた。日本人であ。めちゃめちゃ有名だよ。ちょっと,っょっとこれ、あの、これちょっと回っていい、えーね。すごい有名、有名。これはね。あー。CW ニコル。いや、死んないよ、この間。<laughs> <笑><笑>それじゃなくて、あの、うん、宇宙に、どうしても知りたい。日本人でうね、よう読んでね、宇宙、日本人作家。あああれか。いや、 えっと、や、やおいじゅんいち。やおいじゅんいち。うん。俺の方が早かったけど。いやいや、今俺の方がそれは、う宙じゃなくて、UFO とかじゃん。あでも UFO とか結構信じとるもん、俺。あ、君そっちの方か。俺は、スタートレックとか、スターウォーズとかそっちの宇宙の話だったんだけど。いや、お前の方が作り物だもん。俺、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 クホールとホワイトホールとか信じと俺、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 と俺、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 太陽 の広さはこれでもう今でもこの瞬間にうちはどんどん広がってるとか結構読んだからさヤオイ純一の本を <laughs> <laughs> これ誰が興味あんねんこれそもそもわかんのヤオイ純一 <laughs> まあいいけどさまあねまあそんな感じで、ね、まあ懐かしいねしい名前が出たところでいまあ今回ねこのコロナで引きこもり生活に苦しんでる人がいたらねまあ今の参考にしていただいて <laughs> 何よあっ八百純一の本を読むって面白いかもしれんよあ まあまあまあ、でも宇宙に興味を持ってみるっていうのも一つのことだと思うからね。宇宙のね、あの、本とかいろいろ書いてくれたから、昔。あとほら、漫画でね、宇宙兄弟とかありますよね。ああ、宇宙兄弟あったね。ね。あったあの、ドラマにもなったり、映画になったりしてましたどね。それこそ本当にね、昔の瀬塚治虫とかの漫画とか読むのも面白い。ああ、そうそう。まあ漫画を読むのもいいんじゃないかな、この引きこもまあ、映画を見る漫画を読むっていう。まあ、今ほら、映画館とか行きにくいじゃん。 ああ、今なあ。今行けだ行きにくいっていうかもう行けんだろ、今。うちの方だと席一個明かしとかになってたかな。ああ、今はね。でも,もうダメじゃんじゃね回数減らしたりとか、早めにしまったりとかしてるから、ちょっと難しい状態ですけれど。でも,ううもうまあ、そうだね。宇宙系のね、結構映画って、猿の惑星とかね。 ああ、いいじゃない、いいじゃない。うん。まあ、さっきのスターウォーズもそうかもしれないし、まあ、いっぱいあるから、<ー>宇宙系的こう、まあ、何これ、宇宙飛行士に完全に話が <laughs> 変わったんだけど。まあね、あとは長くての惑星とかもね、うん、いいもんね。ねいや、でも、足利の惑星は、ない。<laughs> っていうか、あ、足利行くってのうどあまあまあ、一応、栃木、群馬はあ、あ,あの、今回、あの、うん、宣言には含まれてませんからね。そうやろ うん、あこれはでもね、うん、あの次のテーマにつながっちゃうんですよ。まあまあ今回これで締めますけど次はねはい、はい、コロナ疎開っていう話題を、ね、テーマに話そうって思ってるんでね、まあ、その辺の話は出てくると思うんで、まあ、今回のねこの引きこもり生活を乗り切る宇宙飛行士が孤独を克服する方法っていうのは、まあ、これで終了ということでいや何ににも参考になってへん、はい、<laughs> よろしければチャンネル登録お願いします。